どうも皆さん、マルチゲームクラウンホームの黒と申します。ということで、バイオハザードビレッジ続きの方をね、プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。前回はね、あれ待って。あ、違う。前回は、あれだ。ここ行ったんだよね。ここの赤煙突のとこに行けってデュークに言われたから、赤煙突のとこをぐるっと回って戻ってきて、ここで終わってんだ。だから、今回はここ抜けてって、デュークの元に戻ろうって話だね。行こう。あ、来た。どうです、何か分かりましたか。羽を見つけた。この金細工でどうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある。瓶は全部で4つ、残りの3つは各貴族が持っています。貴族。この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えています。1人はあなたが倒したドミトレスク夫人、2人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。そして三人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー。その湖には他にも恐ろしい怪物が住むといいます。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク卿。人里離れた工場に潜んでいます。噂によると彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているのだとか。もういっぱいあるねいっぱいあるね。あと一個。娘さんを助けたければまずは4つの瓶を集めることです。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで。いや、あくまで顧客サービスの一環ですのでお気になさらず、今後ともどうぞごひいきに。ありがとう。オッケー。ああ、ああ、そうだ、あなた。いい食材が見つかればぜひお持ちください。これね、あるよ。おお、すごい。高級な鶏肉？体力上限がわずかに上昇。あ、永続効果。魚の肉3つと鶏の肉2つ？そう。あー、なるほどね。これ作ってみる。これその調子ですぞ。すべての食材が揃いましたな。では早速。よし、これで。あ、すごい音リアル。お、カラランあ、できた。食の喜びを分かち合いましょう。ありがとう、リュウ君。あった。もう一度味わいたいものですな。まさか、今食べたのね。なんで、アタッシュケースの中に入れてくれるわけじゃないんだね。あ、出た。これ前回ガバメントね。これさ、100、上げたとしても170なんだよね。そう、170だと、これが今多分180なんだよね。そう、150の3時で180なんだよ。
そうなんだよね。ちょっと取っとこう、これは。アイテムも交換も、まあちょっと取っとこうかな。銃のカスタムも受けたまります。次の食材をお待ちしていますので。あ、オッケー。一回セーブしとこう。ドミトレスクか。いつも俺ドミニカ共和国みたいな、そんなよくわかんない名前で言ってるけど。じゃあ次これだ。こっちだ。おー、やっぱお宝あるんだね。あ、ここにもあるわ、お宝。これちょっとまた今度これさ、動画界で行ってこようかな、これね。ルイーザの遺品なんかあった、こんなところ。まあ今回はちょっとこの先だね。うん。で、多分この先はあれじゃん、人形だよね。さあ気を引き締めていこう。新しいことだからね。あ、そう、うわ、うわ、人形ちょっと嫌なんだよ、個人的には。いや、カラス行かなくてもいいか。うわ、どっちだろう。あ、これ左道続いてるじゃん、右行こう。右はきっとなんかある、きっと。え、これでも行ってもこれ、あれ、あ、嘘でしょ、何もなかった。じゃあこっちだ。うわー、上から人形落ちてきたらもう泣いちゃう、本当に泣いちゃう。揺れすぎ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 。こんなに橋かかってて、いっ、あ、あれ、あれ、もっと丈夫な橋があるんじゃないかい。まあ唯一行ける方法はここしかないと。ルイさん。何？え？ミア？ルイさん、ついてきて。伝えることがあるの。ミア。ほ、ほ、ほ、ほ。そんなバカな。おう、騙されるな。おい、ミアは目の前で死んでるだろ。ローズはわからないけど、ミアが抱っこしてるってことはありえないな。わからない。オッケー。ローズは普通じゃない。イーサン、なんとかしないと。何なんだこれは。みんないなくなる。ローズでさえそんなの耐えられない。ミアなわけない。そうだ、ミアなわけないんだよ。騙されるのはミアじゃないんだからな。なんちゃら、あ、ベネビエント1987年か1996年。ベネビエント、どうかしてる。この先あー、家族写真？あ、いた。なんで？え？で、家族写真は？写真は？お、
ポストっていうか受け取り場所がないね。何もなし。上、え、参ります。上参ります。最初でも怖い。前か後ろか。はっ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 。真っ暗、真っ暗だよ。はっはっはっ。欠陥住宅両方見れないから長くね。もうそろそろいいんじゃないか。長いよ。外だ。よし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 。オッケー。ヘモン。うーわ。うわー、やだー。やだー。来たくなーい。あの城よりは短いパートで済みそうだね。ベネビエント亭？ベネビエントってあれ、お墓があったよね。確か。とりあえず両サイド調べる？あ。ああ、届かない。あ。まあ、これも当たらない。反対側は何もなし。じゃあまあ行こうか。おお。なんか。一気に明るいし、中途半端に開いたのが一番嫌だけど。あ、じゃあ別に行けるはいけないのか。あ、あれだ。これがベネビエントしなのかな。人形とか、これでも動いてたよ、人形。そういや。え、人影じゃなくて。じゃあ2階か。絶対こういう時ってあれだよ、あのどうせ上からね、どうせ上からバーンってこう人形が落ちてきてこの僕を殺しに来るって絶対そうだ。宣言しとくってある。だいたい、ここ、こういうところ、うん、ベーンって出てくるよ、きっとね。そう。だいたいそうだから、みんな。絶対そうなんだから。こういうところ、こういうところ、おい、来てくぞ。よし。え？なんもないけど。これだ。これだ。あ、よし。何もなし。さあ行くぞ。え、何もない。わかんない。あ、じゃあこれあれだ。戻った時だ。何？いやでも多分絶対絶対何かしらから気をつけろ。
まあ、動くんだろう。もう本当に動いたら怒るからな。あ、あっちか。じゃあここだ。うわー怖い。え、普通にじゃあもうここからいきなり一戦始まる？うわやだー、そういうタイプ嫌い。まあ開かないよな。怖え。本当に怖い。下かな。下だね。し、大丈夫だ。大丈夫。任せる。俺はもうショットガンがあるからな。人形なんかコッパ飯にしてるんだ。行くぞ。来るか。これな。映写機かな。多分。いや何もないね。え、何もないけど。回転盤。うわあ、どうせまたこれあれだ。動かなくなって直すのにヒューズが必要だっつってぐる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 この中回らなきゃいけないんだきっとね。開かない。ブーンはないよ。真ん前にある。それ多分取ったら動く。取ったら動く。取ったら動く。で多分取ったら動く。で多分後ろのこの死体が動くやつ。行こう。で多分ギャーってくる、ギャーってくる、ギャーってくる。俺アンジーじゃない。私ローズよりいい子だよ。お願いアンジーのパパになって。見てらんない。ギャーってくる。絶対絶対クラブなんかギャーってくる。待て、俺の銃は。え、何してんのお前。バカじゃないの。バカじゃないの。おマジ何やってんの本当に。え、見事見事。何か動画が必要だ。え、あ、
流して。いや抜けないか。あ、抜けた。うわー、結婚指輪だ。趣味悪い。あ、外す？外れんの？あ、なんかやばそう。3つの目に天秤が入ってる。待て、いや一回ちょっとここで終わっとこう。あ、この先だわ。一回ちょっとここで終わっとこう。ちょっと長いからね。はい、じゃあということで今回はここまでにしたいと思います。次回この続き人形の館の方やっていきたいと思います。やりたくない、やりたくない。ショットガンがない時は本当に俺もう気負っちゃうからやられたよな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターの方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。